今日はですね、人間にとって最も大切なものという、まあ、大それたタイトルをつけさせていただきました。人間にとって最も大切なものを、若者、あなたが分かるのかとそういったことかも分かりませんけれども、まあ、クリスチャンとして、そして牧師としてここまで歩みをさせていただいた、その中からお話をさせていただきたいと願っております。まあですね、まあ、一般的に考えまして、最も大切なもの何かなということを考えました。で、まあ、その前にですね、まあ、最も大切なものという表現ですけれども、よくですね、まあ、この、私インターネットでよくですね、野球をチェックするんですね。大谷翔平がどういう成績を上げたかということでいつもチェックしているんですけれども、あのですね、まあ、よく出てくる表現がですね、このメジャーリーグで最も優れた打者の一人というですね、そういう表現が出てくるんですよね。大谷翔平はもうこのメジャーリーグで最も優れた打者の一人だと。最も優れた打者っていうのは一人しかいないんじゃないかと思うんですけれども、の一人って言うんですね。これ面白い表現だなと、アメリカ人もはっきりストレートに、ものを言う人種かなと思うんですけれども、そのアメリカ人をしてですね、こういう何ですか、すごい抽象的なぼやけたですね言い方をするって面白いなというふうに思いますけれども、人間にとって最も大切なものは何かなと考えました。特にこれ一般的にそれはお金であり人間関係であり健康かなということを思いました。でですね、まあ、お金ということで最近ではもうちょっと古い話になってしまいましたけれども、老後の2000万円問題ですね、そういったことがですね話題になりました。でですね、この夫65歳以上妻60歳以上の夫婦のみの無職の世帯がですね、この毎月年金の不足分平均約5万円、かける20年から30年ということを考えましたときに1300万から2000万円不足するよという話なんですね。で、まあ、こういう2000万円という発言があったということなんですけれども、あ、なるほど、そういうことかと。この年金だけでは足りないんだという話なんですね。で、まあ、それはまあ年金を受け取る世代の方々の話ですけれども、まあ、お子様一人をですね、大学まで卒業させるまでに、このですね、2400万から3000万円かかるというんですね。でもっと言いますとですね、この独身者だけでもですね、この一生に1億円のお金がかかると、一生と言いますかですね、1億円のお金が必要だと。病気怪我の備えとして200万から300万、住まいにかかるお金として3000万から5000万、老後のお金として300万から500万、女性の平均寿命が86歳、60歳でリタイアして26年分の生活費が必要であると。で、月当たり23万円と考えて5500万円から8000万円が必要であろうと。まあですね、この月々23万円というのも、いや、そんなんじゃ安いよという方もいらっしゃいますし、もっと必要な方もいらっしゃるわけですけれども、まあ、5500万円から8000万円、必要だと。でさらに、それに加えてですね、老後旅行や趣味なども楽しみたいよということであれば、それにいくらかお加えをすると、まあ、1億円になるということですね。この1億円が必要になるというような話ですね。まあ、そんなことを考えますときに、あ、お金って大事だなと、よく考えよう、お金は大事だよというね、シーンもありましたけれども、ね、同情するなら金をくれというですね、そういう感じですけれども、お金大事かなということも、人間にとって最も大切なもの、それは何ですかと、いや、お金ですということになろうかなというふうに思うわけです。で、さらにですね、この人間関係ですね。いや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 と、人間関係ですよと、人間関係も非常に大切ですよという話になろうかと思います。でですね、友達の数で寿命は決まる、友達の数で寿命は決まるという本が出ているそうです。寿命の数で、あ、違う違う
寿命の数で友達の数で寿命が決まる。はあ、どういう本かというと、まあ、大雑把にですね、言うとですね、つながりが少ない人は死亡率が2倍になる。つながりが少ない人は死亡率が2倍になる。怖いですね。同僚があなたの寿命を決めている。はあ、同僚が私の寿命を決めている。あの同僚、この同僚、うんっていうですね、ことですけれども、つながりが単調な男子校出身者は早死にすると。はい、男子校出身者いらっしゃいますか。ねえ、大変ですね。つながりが単調な、ね、男子校出身者、気をつけていただきたいと思いますけれども、お見舞いに来てくれる人の数で寿命が変わると。お見舞いに来てくれる人の数で寿命が変わると。でですね、先日私がですね、この関東に来させていただいたときにはですね、お見舞いに同行させていただいたんですね。ついでに移動中に、ね、あ、ちょっとごめん、お見舞いに行かせてと、あ、いいよということですね、お見舞いに同行させていただいたんです。で、まあ、もちろんその牧師の友人の、ですね、まあ、その関係する方のところに、このですね、お見舞いに同行させていただきました。で、その、まあ、おばあちゃんが入院されてたんですけれども、まあ、その牧師友人夫妻をですね、見てですね、もう泣き出すわけですね。本当にですね、なかなかその関係者の方のですね、どこにいるかわからなかった、どうしているかわからなかったのが、分かって入院していると。じゃあお見舞いに行きたいということで、やっとそのお見舞いが叶った、そういう瞬間だったんですけど、おばあちゃん泣き出して、もうですね、手握った手離さずですね、そういったことであってですね、あ、本当にお見舞いするってことは大切だなということを思いましたけれども、お見舞いに来てくれる人の数で寿命が変わるということで、急性心筋梗塞で、まあ、治療をされた方のデータが取られているんですね。急性、心筋梗塞で治療をされている方の中で、誰も見舞いに来ない、来てくれない方の死亡率では 70% です。誰もお見舞いに来てくれない方の死亡率は 70%。 ところが2人以上お見舞いに来てくださった、来てもらった人の死亡率は 26% です。はあ、お見舞い大事だなと、つながり大事だなってことをね、非常にこのデータでも思います。健康にとって大切なのは食生活や運動で、運動よりもつながりだと、まあ、ある文章の中にはありましたですね。まあ、もちろんですね、食生活を良くして運動も良くして、なおかつつながりも持ってたら、これも最高なんですけれども、最高なんですけども、まあですね、私、昨晩、今日までですね、岡村兄弟のお家にですね、泊めさせていただいて、おもてなしをいただきまして、岡村兄弟は囲碁と、そして、このですね、ゴルフのですね、打ちっぱなしとされてるっていうんですね。もうですね、パーフェクトですね。お家ではですね、食事に気をつけていらっしゃって、運動して、そしてそこでつながりがあるっていうんですね。もう完璧だなと思いますけれども、はい、まあ、つながりが大事ですよということなんですね。つながりがあると、まあですね、例えば狭い人間関係ですとですね、このですね、いや、あなたにはこういう問題がある、こういうところを気をつけた方がいいっていうですね、言われたとしてもですね、これの つながりが広いと、いや、そんなことないんじゃないの、こういうこともあるんじゃないのというですね、考えの幅が広がって、まあ、ストレスがたまらないんですよね。そして、ですから自尊心を持ちやすい、あ、私って本当にですね、素敵な人間なんだと思えるわけですね。そして、一緒に、ワイワイやってる中に生きがいを見出すことができるということですね。つながりって大事なんだなということを、まあ、思います。まあ、特にですね、ああ、もうこの人がいてくれたら私大丈夫だと、まあ、この人だったらもうお任せできるというような、本当にですね、自分のために、その人がですね、自分を犠牲にしてくれるような、そういった人はですね、まあ、人に、その人に、なんていうのね、この人だったら大丈夫だという、まあ、安らぎ平安を与えることができるということなんですね。人間関係、
人間にとって最も大切なもの、これ人間関係で、なるほどなというふうに思うわけです。そしてですね、ですね、あ、まだありましたね、つながりが大事だということで、皆さん、ぜひ周りの若い方にですね、結婚を勧めてください。今ですね、日本の男性の4人に1人が未婚、女性の6人に1人だったと思いますけど未婚ですね。非常にこの未婚率が上昇していて、これからもっと上がるだろうということらしいんですよね。でも、まあ、ある市町村でですね、このですね、結婚しない人は死亡率が上がりますよとですね、脅して、ですね、そういうデータを示して、なんですかね、結婚指導している、そういう市があるんですね。そこはちゃんとですね、結婚率が上昇しているっていうんですね。で、これ根も葉もないことではなくて、実際に死亡率って上がってるらしいんですね、その結婚しないということで。ですからですね、私たち若い人に、あなた結婚しなさいよと勧めてですね、まあ、強引にでもこの人とあの人とね、私自身が勧めていかなきゃいけないなというふうに思っているわけですけれども、いずれにしましてもですね、つながりが大事だということです。でですね、人間にとって最も大切なものは、それは、いや、健康じゃないですかと、健康じゃないですかと、はい、いうですね、ことも言えるかなというふうに思います。で、健康であれば、ビジネスでも、遊びでも、まあ、常に最高のパフォーマンスが発揮できると。まあ、確かにそうだろうなと。でですね、なんかこの、やっぱり成功している人は、健康というこの捉え方違うらしいんですね、健康という。普通の人は病気や体の痛みがない状態のことを健康って考えるけれども、まあ、成功してる人はそうじゃないですね。パワフルに活動できる状態が健康なんだと。それ読みまして、はあ、そうかと。パワフルに活動できる状態を健康というね、健康の、もうなんていうんですかね、求めるものが高いんですよね。ああ、そういう意識はなかったなというふうに思いましたけれども、まあ、健康が、このまあビジネスにとっても、お仕事にとっても、この遊ぶこと、また家族と楽しい時間を過ごす、まあ、土台になるんだという、まあ、そういうことですけれども、健康大事だなということを思いますし、まあ、そういったことが語られております。でですね、じゃあですね、聖書はどう言ってるのかということですね、あるいはクリスチャンはどう考えるのかということですね。今朝先ほどお読みいただいた箇所ですね、この使徒の働きの3章というところ、このところですね、もう一度お読みさせていただきたいと思います。使徒の働きの3章1節から8節、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり、飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。まあ、ここでですね、注目すべきはペテロの言葉ですね。ペテロというのはイエス・キリストの弟子が12人おりましたけど、その筆頭弟子ですね。この時代にはこの弟子たちのリーダーですね、あるいは教会のリーダーであったわけですけれども、まあ、そのペテロが言っている言葉ですね、6節、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいという言葉ですね。このですね、生まれつき足の不自由な人が、まあ、このですね、美しの門という宮の門に置いてもらっていたというですね、まあ、イスラエル、エルサレムがありまして、エルサレム、まあまあ、
かつての首都、今はですね、ベングリオンですか、そこが首都ですけれども、まあ、エルサレムに神殿があるんですね。で、神殿って面白いですね。この回廊ってなるんですね。あの城壁みたいなのがあって。で、まあ、そこからも神殿なんですけれども、本当のものはもっと中にあって、その城壁って回廊の中にあって、そのさらに神殿の中に、またですね、この入り口があってという。その中の神殿の中の入り口ですね、そこにですね、この美しの門というのがあったわけです。ですからですね、ずいぶん中まで入ってそこで施し求めてたんだなというふうに思いますけれども、このところでですね、まあ、あの右や左の旦那様ということですね、あの施しを求めていたわけです。で、ペテロはですね、彼に目を注いだ。もちろんですね、足を止めて自分の方を見てくれてるんだから、何かくれるんだなというふうに期待するのは当然ですよね。それを求めてるわけですから。ところが、ペテロが言ったことは、金銀は私にはないということですね。嘘つけって話ですよね。金銀はあなたいなかったらどうやって生活するんですかという話ですから。いや、持ってたと思うんですよ。ところが、ペテロは、金銀は私にはないというふうに言ってるわけですね。イエス様という方は、イエス様という方は私たちの生活に対して、まあ、こういうアドバイスをしているんです。マタイの福音書6章というところをお開きいただけますでしょうか。マタイの福音書の6章25節以降を、お読みさせていただきたいと思います。新約聖書の10ページです。新約聖書10ページ、マタイの福音書の6章25節から、しばらくお読みさせていただきたいと思います。それではお読みいたします。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。イエス様はですね、自分の命のことで何を食べようか心配するなと、自分の体のことで何を着ようか心配するなとおっしゃっています。31節では心配しなくてよいのですとおっしゃっているんですね。心配しますよね心配すると思うんですよ。ですけれども心配しなくていいよと。で、命、体、これを守って支えておられるのは神様なんです。命を支えておられるのは神様なんです。
イエス様のおっしゃる通り、私たちは結局のところ、自分が、じゃあもう一日寿命を延ばそうかなと思ってですね、どれだけ思っても、一日、一秒としてですね、延ばすことはできないですね。自分がいつ死ぬか、それは誰にもわからないですね。いや、本当にですね、自分は、がんにならない、ならないことに決めたって言ったとしてもですね、自分ががんにならないかどうかなんていうことは決められないんですよね。もちろんそうならないように努力することはできますけれども、結局のところは人間は自分の命、自分の体に対して何の力も権限もないんですよね。そういうことを考えますときにと言いますか、イエス様はそういうふうにおっしゃっているわけです。で、心配しなくてよいとイエス様がおっしゃってるんだなという、この31節を見て、私はそれ以降自分の生活のこと、自分の体のこと心配しませんと神様にそのように申し上げました。もちろん心配の種はいっぱいあるんですけれども、いや心配しませんと、イエス様がそうおっしゃるので心配しませんということにいたしました。金銀は私にはない、いやあったんですよ、きっといくらかは。それを差し上げることもできたんです。でもそれを差し上げちゃおしまいだったんですね。ペテロから取ったら、それを与えてしまったらそれまでです。そのお金をですね、使ったら、まあ、どれだけのことに使えたかわからない。しかしそれは非常に限りあるものであったわけですね。そのお金を与えてしまえば、ああもうこのお金が私の命を支えるという彼は勘違いをしてしまいますけれども、お金が命を支えるわけではないわけです。神様がその人の命を支えているのであり、体を支えている。だから私はあなたにお金はあげない、私が与えたいのはイエス・キリストの名前だ、そういうふうに、まあ、使徒の働きの中でペテロは言ったんですね。私たちの生活がですね、本当不思議なように神様の恵みで支えられているんだなということを感じます。で、私自身も感じているんですけれども、これはですね、本当に日本の自動伝道でですね、非常に有名な先生のお話ですけれども、本当に教会のお仕事されていて、経済的に困った時があったそうなんですね。で、明日食べるお米がないと。でもですね、その日の礼拝の子供たちへのお話は、神様は祈ったものを何でも与えてくださる方だと。で、そういうお話をしたんですね。で、でもお米がないので、お米がない、お米が欲しいということを、お家で言ってたそうなんですね。ところが、そういったメッセージ、お話を聞いたその牧師の息子がですね、教会から帰る車の中で、その車の中には、別のですね、教会に来ている、少しそのね、お子さんよりは大きいです、女の子が2人、車に乗っていて、でですね、自分の息子さんがですね、そのお姉さんたちに言ってるんですね、神様は求めたものを与えてくださる神様だから、ね、今日家に帰ったら、お米が届いてるんだという話をしたんですよね。ああまずいなと、確かに今日そういう話したんだけれども、とそんなことあるわけないよなと思いながらですね、この家に着いたらお米の袋が置いてあったって言うんですね。本当に、周りでですね、見ていてくださった方がいて、先生どうぞ食べてくださいということでお米を置いてってくださったということなんですね。
ああ本当に神様は命を支えておられるお方だと、本当に神様は私たちの体を支えておられるお方だと、まあ、そのお話を、まあ、読んだ時もですね、そのように思いました。ペテロは金銀よりはむしろあなたにイエス・キリストの名を与えたいのだと言いましたけれども、ではこのイエス・キリストというのはどういうお方かということですね。でここで、まあ、使徒の働き戻りますけれども、使徒の働きの3章戻りますけれども、ここにですね、6節に、ナザレのイエス・キリストの名というふうに言っているわけですね。で、まあ、2通りのイエス・キリストがここに登場しているわけですけれども、一つはですね、ナザレのイエスです。ナザレのイエス。ナザレというのは、このイエス・キリストの生まれ育った場所ですよね。で、そこから出たイエスですよということで、まあ、この田舎者、そこから出てきたイエスだという意味ですね。もっと言えば、人間イエスですよ。人としての苦しみ、悲しみ、痛み、弱さ、すべてを経験して来られたイエス。そういった意味合いがここにあるということができます。もう一つはですね、イエス・キリストの名という。イエス・キリスト。これですね、最近私、そうかと思ったんですけれども、これはですね、キリストというのは役職名ですよって言うんですね。役職名、ハート。このですね、部長をイエスとかですね、まあ、部長じゃないですけど、ここの場合、キリストというのはこれは救い主という意味なんですね。救い主という役職のイエスさんですよという、そういうことなんだというんですね。はあ、なるほどと。ですから、人間イエスであり、救い主イエスの名によってと、ペテロは言っているのだということなんですね。で、まあ、ピリピの手紙を見ますとですね、イエス様はどのような生涯が歩まれたかということが分かりますけれどもですね、本当にですね、へり下って、そして自分を与え尽くし、捧げ尽くして、そして十字架にかかっていったということが書かれているわけですね。で、イエス様ご自身がおっしゃっていることですけれども、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないとおっしゃいました。イエス様がですね、この方々に行き、忙しく働き歩いたわけですね。で、あるところに行ってですね、人々の病気を治してあげて、あるところに行ってですね、悪霊に疲れた人々のその悪霊を追い出した。まあ、悪霊に疲れたということがどういうことであったかと、現代でいうところの、その精神病であったかという、まあ、それは分からないんですけれども、悪霊を追い出し、そしてあるところに行って、神様について人々に教えたと。まあですね、本当に当時の人々は、イエス様からの目からすれば、もう全然神様のこと分かってなかったんですよ。全然神様のこと分かってないと。で、神様はこうだよ、こういうお方だよと、こういうふうにお考えだよと。ね、ぼーっと生きてるんじゃないということをですね、言ってたわけですね。で、本当に忙しく働き、そして旅をしながらそういうことをなさっていましたので、枕するところもないとおっしゃったんですね。そのようなことをして、本当に人々に与えて、人々のために犠牲を払って、自分の親戚のバプテスマのヨハネが殺されたということを聞いた後も、自分たちのところに来る人々を憐れんで施された。イエス様はそういう生涯を歩まれたわけですけれども、その究極が十字架だったわけですね。十字架にかかって命まで与え尽くしてくださった、それがイエス・キリストであり、それがイエス・キリストの生涯であったということです。
これがですね、ペテロが言うところのナザレのイエス、イエス・キリストの名であるんです。私に2人の息子がおりますけれども、上の子は小学校1年生、下の子は今年少ですね、3歳です。で、ちょうどですね、金曜日ですか、長男が熱を出しまして、いきなり39度の熱を出すんですよね。びっくりしますけれども。でですね、苦しんでるわけです。で、僕がですね、そういう時に父親である私が言っても、さほどのことでもないわけですけれども、やはりですね、私じゃなくてそういう時は母親なんですよね。母親なんですよ。母親がそばに来てくれたら、彼はほっとするんですよね。苦しみの時に、母親がそばにいてくれるということが唯一のその自分の痛みを和らげさせてくれるものである、自分の心に安らぎを与えてくれるものであるということなんですよね。で、そういうことがありますけれども、私たちが、生涯を閉じるというそういう瞬間があるとします。そういう瞬間を、まあ、少し描いていただけたらいいと思うんですけれども、その時にどなたがいてくださったら、私たちはそのように安らぎ、またその痛みを和らげることができるだろうかということを思うんですね。で、この大江健三郎という大江健三郎という方がいらっしゃいますけれども、まあ、この方がですね、学校に行くために、お兄さんがいるわけです。お兄さんが非常に、このいろいろお世話をしてくれたということなんですね。で、そのお兄さんが、まあ、大江健三郎にですね、この本を、辞書を買い与えてくれて、で、この大江健三郎はそれを一生懸命読ん で、お兄さんがですね、どういうことが書いてあったかということを聞いたときに、このですね、大江健三郎はこのチャンピオンという言葉があったと。チャンピオン、このチャンピオンという言葉は、これは代理者と、自分の代わりに戦ってくれる人のこと、これをチャンピオンというんだと、そういうことが書いてあったことを発見したという、まあ、そういったことをですね、お兄さんに伝えたというんですね。チャンピオン、自分の代理者、自分の代わりに戦ってくれる人、そういったことをお話ししたんですね。で、やがて時が過ぎまして、このお兄さんがいよいよ、この死が近づいてきたと、そういう時になって、まあ、ある方が聞いたんですね。不安はないですかということを聞いた時に、お兄さんはですね、大丈夫ですと、すべて弟に任せてありますと、あれは私のチャンピオンですからというふうに言ったんですね。私たちがそのようにですね、まさにこの地上の最後の時を迎えようとするときに、もしイエス・キリスト、私のために犠牲を払い、与え尽くし、そして最後に十字架で命を捧げてくださった、あのイエス様がおられますということができたら、どれだけ私たちは安らかにその地上の生涯を終えることができるだろうか、そのように思います。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。ぜひ私たちの生活の中で、ナザレのイエス、イエスキリストの名、この名を呼ばせていただきたいと思います。お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今朝このようにして敬愛する横浜湖南教会の先生方兄弟姉妹とともに、あなたの言葉、聖書のメッセージを
味わうことができたことを感謝いたします。私たちにはさまざまな生活の必要があります。私たちがこの生活生涯を全うしようとするときに最も大切なものは何か、そのことを考えますか。しかし聖書は、また神様、イエス・キリストの名、ナザレのイエスの名こそあなたにとって必要だとお語りくださいますから、ありがとうございます。どうかナザレのイエスの名、イエス・キリストの名をいただいて、その名を呼ぶお互いに変えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。